ギデオン・サンドバックは、スウェーデン系アメリカ人の電気技師。センファスナーを、ほぼ現在普及している形に改良したことで、知られている。オットー・フレドリック・ギデオン・サンドバックは、スウェーデンのスモーランド地方4ショーピング圏のソナープ、農場で生まれた。父は裕福な農家であったジョナス・オットー・マグナソン、サンドバック。母は、クリスティーナ・カロリナ・クラスドッター。 サンドバックはスウェーデンで学んでからドイツに移住し、ビンゲン・アムラインの高科学校へ進んだ。そこで1903年に技術者試験を受けた後、1905年に米国には移民として移住した。ギデオン・サンドバックはペンシルバニア州ピッツバーグの電気メーカーで働いた。あと、1906年にニュージャージー州放防圏にあるユニバーサル・ファスナー社に雇われることになった。 1909年には、スウェーデン出身の工場長、ピーター・アロンソンの娘のエルビィラ・アロンソンと結婚。その後、サンドバックは、ユニバーサルファスナー社のデザイナー主任の地位に昇進した。サンドバックは、1906年から1914年に、かけて、後のロ論社に発展することになる。この会社のために、センファスナーの開発上の改善をいくつも言った。彼は、ジャドソン氏。 キュリティファスナーを改良する責任者として、プラコと呼ばれる C キュリティの改良版を開発するが、このファスナーは引き裂けやすかったことなどから、前の製品ほど成功しなかった。1913年に、フックレスファスナー1号を開発。それまで主流であった、フックアイの原理に基づかない初めての方式を開発し、同時に、それまで一日あたり四個程度だったエレメントの数を、 1>, 1インチ、あたり10ないし11に増やすことによって、以前の製品が抱えていた、引き裂けやすさの問題を解決した。そしてこの発明により、スライダーによって、左右体になった刃を引き上げる機構、スライダーで、ガイドされた刃が開いていく機構が、実用化された。1914年に出願した、フックレスナンバー2の図面さらに1914年、サンドバッグは、 エレメント同士が互いに噛み合うエレメント、フックレスナンバー2を開発、根本的に現代の金属製ジッパーの原型が出来上がる。このファスナーでは、それぞれの歯がとがった、円錐形状の突起と底部にへこみがパンチされている。この一つの歯の上に突き出た突部が反対側に向き合う歯の底部のオーブとはまり合うように出来ており、2列の歯の並びが、 Y 字状の溝を持つスライダーによって次々と噛み合っていく仕組みである。これらの刃は強靭な糸を使ってちょうど左右がエレメント半個分ずれた状態でテープに固定され、そのテープの円の部分を衣類に縫うことで取り付けられるようになっている。この糸とテープはかなり堅持に固定されており、一旦編み込まれたら簡単には引き剥がすことができない。また、 それぞれの歯も一旦噛み合うと、突起がへこみから抜けるような動きや、へこみが突起から外れるような動きが取れないようにできている。この分離できるファスナーの米国特許1219881号は1917年に発行された。ジッパーという名称は、B 回グッドリッチが新しいブーツに採用するにあたって名付けられた。 当初はブーツとタバコ用のポーチがジッパーの主要な用途でファッション業界に飛び火するまでには20年ほど待たなければいけなかった。やがて第二次世界大戦の頃になるとファスナーはズボンやスカートやドレスの前、チャックの用途には広く受け入れられるようになった。サンドバッグはまた新しいファスナーの製造機械も作った。サンドバッグは カナダ・オンタリオ州のライジーニング・ファスナー・カンパニー社の社長となり、そのカナダの工場を頻繁に訪れたが、彼自身はペンシルベニア州、ミードビルに住んでアメリカの市民であろうとした。サンドバッグは1951年にスウェーデン王立アカデミーより技術科学部門の金メダルを授与された。1954年に心臓病で死亡。遺体はペンシルベニア州、 ミードビルのグリーンデール墓地に埋葬された。2006年には、ジッパーの開発の功労によって、米国発明者名誉伝導に検証されている。ありがとうございます。